おはようございます。放送時間ちょっと遅れましたね。即開塾の久保です。今日もこのサブアカウントからお届けしますけども、メインチャンネルが制限を受けまして、今日は2日目ですね。1週間。長いですね。終わってみたらあっという間なんですけどもね。で、今日はですね、あのー、特攻についてちょっとお話ししようかと思います。特攻っていうのは、この大東亜戦争の終戦間際ですね、盛んに日本で行われた、まあ、自分の命を武器として、 ミサイルとかして突っ込む一撃必殺の技ではあったんですが、あの、軍隊における一番コストがかかるものってのは何かっていうと言うまでもなく人なんですよね。あの人がパイロットとして飛行機を操縦できるようになるまで、まあ何時間も訓練しなければなりませんし、その間に教育、それから設備、 備品、トレーニング、食事代、宿泊、こういったコストって考えると、それはね、数百万、数千万円規模のものだと思うんですよ。場合によっては億っていう金額が今の価格でかかるでしょうね。で、そういうふうに育て上げたものを、一撃で終わってしまうというね。だから2、二度三度使うことができない武器になってしまうっていうのは、非常にもったいないですよね。通常武器っていうのは、例えばミサイルなの、ミサイルを発射した人、ミサイルを発射する係の人は、 そのミサイルを発射する技術を覚えた。それをプラスアルファで撃つたんびに経験を積んでもっともっと上手になっていくんですよね。ミサイルを一発撃ったらはい終わりですってことはないと思うんですよ。同じように戦闘機に乗って特攻する人っていうのは操縦技術が優れたエリートなんですよ。このエリートから順番に戦場に送り出して帰ってこないっていう戦術がこの特攻の愚かさを示していると思います。しかしですね、大東亜戦争から 77年80年近く経っていまだにですねスーサイドルアタック日本人は神風特攻だそんなことをね世界中で言われてるわけです何かと事件があるたびに日本人の特攻っていうのは引き合いに出されますさあ一面ではとても愚かしいこの特攻という戦術でとても理にかなってると思えないやけくその戦法にも見えますけどもでも実はですね特攻の意味っていうのは今考えれば 永遠の日本人の資産になってるんじゃないかなと思うんですね。これはもちろん戦争や特攻を美化するものでもありませんし、助長するものではありませんけども、ビジネス的な考えにも応用できるので、ちょっと聞いていただきたいかなと思うんですよ。というのがね、日本人は怒らせたら何をするかわからないっていう、つまり精神のことをですね、その特攻という行為によって、後世まで戦人は残してくれたんではないかなと思うんですよ。 日本人は家族を守るためなら、大切なものを守るためなら、自由を守るためなら、自分の命を犠牲にして、他者のために生きることができる民族だということを、あの特攻っていうものはね、世界中に知らしめたんではないかなと思うんですよ。もちろん、これは日本人全員がそんな気持ちを持っているっていうふうに考えることはなかなか難しいです。なぜなら、特攻に志願した人っていうのは、日本人の全体のたった一部であり、 最後まで徹底抗戦をしようと思っていた人は日本人の当時のたった一部だったんですよ。多くの人はもう諦め、早くやめてくれないかなと。戦争がない世界がやっぱ一番だよ。命以上に大切なものはないと。そういうことに気づいて、命よりも大切なものがあると始めた戦争を思い返し始めたところだったんですね。ですので、日本人の多くの生き残っている人たちが特攻に対して、 ちちょっととああそこまでではやりすぎじゃななないいかなっていう気持ちがあるの無理はないと思うんですよただ、事実として特攻っていう行為は行われて、何人もの尊い若者の命が失われ、その結果、残ったものといえば、日本人は最後には何をするか分かんないぞ。俺たちにはできないことをするぞ。それは、今で言うと、中国の人もできないこと、西洋の人もできないこと、日本人唯一の精神力であったんではないかなと思います。自分の身を盾にして犠牲にして他者を守る。 こういうふうないわゆるね、何にぶし自分は腹の中で泣いていても顔では笑って死んでいけるよ、みたいなね。これはね、必ずしも美化するわけではないんですよ。ただ、日本人の一部の方が命令とはいえ、そういったことをしてくださったことによって、後世まで、この日本という国は、日本民族はそこまでする人間なんだ、というふうに世界中に知らしめた財産は現実はあったんじゃないかなと思うんですよ。 今日本には核兵器ありませんし、自衛隊という軍隊はありますけども、積極的な行動はできないという建前です。なのになぜ侵略されないんでしょうかこの資源の少ない国、日本、衰退していってる日本に、なんでね、侵略者の間の手は伸びないんでしょうかつまりは日本人はしまいには何するかわかんないぞと。あんな国に何かを仕掛けたら、こっちも相当な痛手だぞというふうに思わせているところが、 その特攻という行為によって戦後80年近く経ってもまだまだ消えてないからじゃないかなと私は思うんですよね。さあそしてここからビジネスの話です。ビジネスをする上で信頼関係を築こうと思ったらあの人は言ったことはやる人だ。相当な覚悟を持っている人だ。信頼できる人だ。こういうふうになるんじゃないかなと思うんですよ。でビジネス上、約束はしたけどもうまくいかなくなることってあると思うんですよ。しかしですね、あの人はやり遂げる人だと。 絶対に諦めないよと。継続する根性はたくましいよっていう風に思われたら、もうすでにそれは商売がうまくいっていることだと思うんですよ。そしていつまでも目標を目標のままにせずに、目標を常に達成していく、目標を実績にするようなことができる人が結局は信頼されるのではないかなと思うんですよ。まあ、まだやってる途中だからとかね、まだ準備段階だからといえば聞こえはいいんですけども、それはつまり取り組んでいない、結果を出していないってことの、 まあ裏返しでではあるんですよね。じゃあですね、今、多くの方がビジネス関わってらっしゃいますけども、いろんなビジネスの方法を私はお示ししてきました。例えば、YouTube で放送を継続すること、もうやってらっしゃる方がいると思いますけども、じゃあそこから、何がしかの収益が生まれ続けていますかと ?YouTube を使わなくても、みんなの銀行というアプリを紹介したことがあります。あれから1年以上経ちました。さあ、みんなの銀行というアプリから、上限30万、年間で30万円稼げてますかと。 あれほど簡単で信頼のある商品、しかも消費者さんからお金を取るばかりではなく、消費者さんにお金を提供できるような仕組みで、なんであれで稼げないんだって話ですよ。通常、商品を売るとお客様から代金いただきますけども、アプリをダウンロードしたらあなたにもお金が入るんだよっていう話で、もし躊躇してるとしたら、じゃあ消費者の方からお金をいただくっていう行為はもっと難しいことになっちゃうんですよね。また、ネットワークビジネスの話も何年もしてきました。 ネットワークビジネスにはオートシップという仕組みがありますよね。毎月1万円とか2万円をずっと消費し続けないといけないということです。例えば、毎月最低1個は化粧品買ってくださいね。それがポジションを維持する条件ですってなった時に、わあ1万5千0か、10ヶ月で15万じゃん。とても払えないよって方がいると思います。いや、でもね、逆にね、1万5千で入ってきたものを1ヶ月に1本、1万5千円、2万円、場合によっては1万円で値引きして売るってことできませんかね。 1> 1ヶ月に商品1個も売れれない人が何のビジネスすすするんですかっていうことんででかってうここととだ思よ。それこそね、自分を食わせようと思ったらじゃあ1万円の商品を100個売って売り上げ100万その中の利益がだいたい30%なんで利益30万その利益のうちの3分の1が自分の取り分ですから自分は10万もらうこのバランスでビジネスができてるとしたらさ100万売り上げない人に10万もらう資格があるのかということになってくるんですよね。 もちろん世の中の仕事はセールスばかりではありません。商品を作る仕事もあるでしょうし、企画をする仕事もあるし、人材育成という仕事もあるでしょう。じゃあその中で自分がどのぐらい腹をくくって人に信頼されているか。先ほど別の動画でも出しましたけども、もし信頼されているんだったら、50代になって転職に困るってことはないんですよ。なぜなら、50代の人は少なくとも30年の社会人経験がある。その30年でどのぐらいその人は 育まれてきたかっていうことが全てになるわけじゃないですか。でも、二十歳前後の人には社会経験がないんで、評価されないんですよで。即戦力になり得ることがないんですよね。だから20代の人と50代の人と比べたら、50代の人に30年アドバンテージがあるっていうのは、これ動かしがたい事実なんですよ。社会人経験30年っていうのは、少なくとも30年以上生きていないとできないことですからね。二十歳前後の人には30年の社会経験はできませんからね。そういった意味で、 年を取ると本当に不利なのかそれは不利な年の取り方をしたからじゃないか様々考えることによって今日からやるべきことが見えてくるんじゃないかなと思うんですよ。そして何をやってもダメ。そういう人もいるかもしれませんけども逆に何をやってきたのかなってことなんですよね。もしくはやってきてないことは何なのかなおそらく IT をやってきてなかったんじゃないかなと私は思うんですよね。YouTuber として成功する。 それも一つの道だと思いますけども、そもそも YouTuber の1年目、2年目でやるべき修行みたいなものをやってきて挫折してるのかどうかってことなんですよ。どんなことでもそうですけども、プロになろうと思ったら下積みがあります。専門用語を覚えたり、その道の有名人や人脈を手に入れたりそれからいろんなことに挑戦してさせてもらったり、時にはコンテストっていうのもあるでしょうし、誰かのメディアに取り上げられるという経験も実績になると思います。そういうことを、 ちょっとずつ積み重ねて、やっと信頼っていうのは勝ち得ると思うんですよ。もちろん今日前半でお話した、特攻までしなくてもいいんですよ。特攻ってのは、行ってしまったらもう帰ってこれない、二度と浮かび上がれない方法です。ただ死んでしまうだけ。でもビジネスって、何回失敗しても再トライできるんですよね。特にインターネットを使ったビジネスっていうのはコストがゼロなんですよ。YouTuber になろうと思って YouTube の更新を何度も何度もしました。コストかかりますかかかんないんですよね。でも 店舗を出そう、蕎麦屋を出そう、ラーメン屋を出そうと思って失敗したら、一回コッキーで終わりです。ですんで、私が思うのに、商売でリスク低く、チャンスを大きくやるなら、やっぱりインターネット、IT しかないかなと思っています。まあ、その中で、YouTube を選んだり、Twitter を選んだり、ブログを選んだり、様々あると思いますけども、自分の継続できることをやる、もしくは継続できる自分になっていくっていうふうな形で自分を育てることが大事なんじゃないかなと。 思いまして、今日の放送にさせていただきます。まあ、特効精神なんてね、あの、物騒なことを申し上げましたけども、日本人は元来、二十歳前後でも、あのぐらい自分の腹をくくれるものを持ってると思うんですよ。それがですね、40になって50になって、自分の人生の責任すら取れない。っていうことだと、ちょっと人から信頼されるかどうかなっていうことですよね。人はいつの間にか、責任回避をするようになってきてしまいました。いや、でも、本来、まあ、大人になる、 ってことは責任をを取る立場をどんどどんんん自分でで買っってていくっていことだとだ思うんですよどんな責任者に自分は会社の中でなっていくのか社会の中でなっていくのか例えば親としての責任もあると思いますし奥さんとしての責任旦那さんとしての責任さまざまあると思いますそれは人に決められるのではなくてこのぐらいの責任を持っていきたいですっていうふうに宣言してそれを達成して全てを実績にしていくことなのかなと思うんですよ まあこの国はね、今、不況にあえてますけども、不況が人々の暮らしを壊してるというよりも、一人一人がね、挑戦することとかを、責任を取ることを忘れてしまったから、その全体像として、みんなで成長、進化しない国になってしまったのかな、とも映るんですよね。皆さんはどのようにお考えでしょうか。はい、相川さんおはようございます。えっ、ー、と、清美さんおはようございます。命が一番ですよね。うん。 なんかね、この命論になってくるとね、結構難しくなってくるんですけども、あの、命よりも精神が大事っていう考え方も、これまたね、肯定できることでもありますし、でもやっぱりね、命は大事だなと思います。あの、その他の条件によって変わってくるような気もするんですけどもね、時には命を投げうって残したいこともありますんでね。どちらにしても人には2つの潮流があって、命より大切なものはないと信じる方と、 いやいや、命よりも大切なものがあるんだよ、というふうに信じるかだと。まあこれは結論を、まあ未だに見てないところなんですけども、これからも多分出ないでしょうね。命っていうのが、どのぐらいの長さで大体終わるのかってところによっても変わるかもしれません。例えば命っていうのが30年とか40年ぐらいで終わってしまうものなら、その貴重さは増していくかもしれませんしね。その逆かもしれませんけどね。人間の命が1000年ぐらいあったらどうでしょうか 命って貴重ななものになるんでしょうか、ね、まあそういった大体どのぐらいまで命っていのは使えますよっていうことももしかしたら価値や重さを決めるものになるかもしれないですねまあでもねやっぱりねうんこういったあれですけども見ず知らずの人の命とごく親しい人の命っていうのはこれまた重さが変わってきますよねまああるねメンタリストさんは、まあ、ホームレスの命なんてどうでもいいよ っていうふうに言ってましたけども、いやこれもね、なかなかね、まあ正直なことなんでしょうけども、家がないだけでなんで死ななくちゃいけないんだって話になるんですよね。あの、家がないと確かに生命力は落ちてきますけども、だからって言ってね、急いで死んでもらう必要はないと思うんですよ。人ってのはほっとけば死ぬんで、特に誰かに憎しみや殺意を抱く必要はないと思うんですよね。どうしても殺したいぐらい憎い相手が出てきたら、ただ100年待っておけばいいんですよ。 待ってる間に何の手も下さず自分のできることを一生懸命楽しんでやっていけばいいんじゃないかな。そしたら憎い人は勝手にもうね、お亡くなりになっていきますから。焦って人を追い詰めて、追い込んで死に至らしめる必要は私はないんじゃないかなと思うんですよね。<laughs> まあ特別な条件ってのはあるかもしれませんけども、うん、私はなんかね、そういうふうになんか待つっていうことも一つはできるかなと思います。まあビジネスってのは一秒一秒を大切に使わなければなりませんが、 人生には待つことによって得れる結果もありますの、ね、で。皆さんどのようにお感じでしょうかじゃあ今日の放送は以上でございます。どうもありがとうございました。